黒潮は日本海上自衛隊の通常動力型潜水艦。アメリカ合衆国からの対応艦で元が東急潜水艦民ゴ、海上自衛隊が運用した潜水艦の中では唯一の外国艦であった。艦名は黒潮から由来し、この名を受け継いだ日本の艦艇としては旧海軍のカゲロウ型駆逐艦、黒潮に続き二代目にあたる、米海軍、 民後当時の姿1954年に海上自衛隊が発足すると第二次世界大戦の教訓をもとにシーレームの保護、とりわけ対戦作戦を重視して整備されていった。発足当初、対戦訓練はアメリカ海軍の潜水艦を派遣してもらう形で行われていたが、次第に自前の訓練艦の必要性が高まり、潜水艦の太陽をアメリカに強く要請した。 要請を受けたアメリカ海軍は、日米艦艇対応協定により、ガトウ級潜水艦一隻を日本に対応することとなった。1954年12月、潜水艦の受領及び開港のための訓練派遣隊が編成された。派遣隊員は、旧海軍の潜水艦乗員を中心に選抜され、渡米し、アメリカ軍による教育及び訓練を受けた。 対予されることとなった、民ゴは1943年に春工、対日戦に活躍した後1953年以降、メアアイランド海軍造船所にモスボールされていたが1955年5月20日に最終益した。同年8月15日、サンディエゴ米海軍基地において、民ゴの引き渡し式が行われ、米海軍籍を離れ日本側に引き渡され、黒潮と命名された。 黒潮は、同日付で、横須賀地方隊に編入された。1ヶ月半の訓練を受けた後、日本に向けて出港したが、公開中も毎日訓練を行うなど、その熱心さに上官していたアメリカ軍関係者も驚いたという。黒潮は、同年10月24日、横須賀に入港した。黒潮は、モスボール艦の太陽だったため、ガピー海藻は元よりシュノーケルすら装備されて、 いなかったが、親潮が収益するまで一隻で、対戦訓練の目標、潜水艦の乗員の教育、訓練に活躍した。1956年3月31日、自衛艦隊に直轄艦として編入。1958年6月、新密菱重工神戸造船所で、環境構造物の改正工事を行い、環境全部のシュガレットデッキを廃止して、 環境を大型化した。これが、本館のトレードマークとなった。1962年5月1日、クレチ包帯に編入。同年8月1日、クレチ包帯霊下に第一潜水隊が新編され、編入された。1965年2月1日、自衛艦隊霊下に第一潜水隊群及び、その霊下の第二潜水隊が新編され、親潮と共に編入された。 1966年3月31日、補完船に区分変更。補完船となるまで、海上自衛隊初めての潜水艦として、対戦訓練の目標及び、潜水艦要員要請並びに、業務協力などに従事した。1970年8月15日、黒潮は除籍され、アメリカに返還された。アメリカに返還後もしばらく暮れに係留されたままで、 あったが、佐世保市のスクラップ業者に売却され1972年2月、佐世保市白竹町に運ばれ同地で解体された。黒潮から得た技術はその後の潜水艦開発に生かされた。潜水艦イマイナス57降伏せず、太平洋の翼など、60年代の戦争映画にも、旧海軍の潜水艦役で数多く出演、している。また小沢悟の漫画、 サブマリン707に登場する主役潜水艦の SS-707 渦潮のモデルになる。海上自衛隊ニュース、世界の感染1972年5月号第177号、解任者、1972年5月96ページ、ありがとうございます。